披露もありました。改めまして和田アキ子です。日本放送の柿原忠です。アッコのいい加減に旋回、日本放送の制作でお送りしています。この時間からは新潟放送でお聞きの皆さんにもお送りします。はい、よろしくお願いします。12時50分頃のクイズ和田オネアのコーナー、電話に出てクイズに正解されると今週は1万円がお二方に当たります。はい、出場ご希望の方はファックスとメールにはお名前、住所、電話番号をお忘れなく。ラジコで聞いている方はぜひラジコで聞いていますと書いておいてください。はい、受付電話番号は東京 03-3211-3222、 ファックス番号は 0570-02-1242、 メールアドレスは小文字で akko@1242.com でお待ちしております。これは川崎市のかっちゃんさんがですね、はい、桂歌丸さんが長寿番組笑点の司会を引退されますね。そうですね。次の司会が誰なのか話題になっていますが、あれ円楽さんじゃないんですか。円楽さん最有力と言われてるんですが、まだ正式発表にはなってないらしくて。そうなんですか。で、笑点の当然メンバーから選ばれるもんだと思ってるんですが、はい、その笑点メンバー以外では、はい、自分で自分のことを推薦している爆笑問題の太田さんをはじめ、はいはい、たけしさん、タモリさんという名前も飛び交っています。へえ。私はいっそのこと女性初の司会者として、はい、アッコさんを推したいです。でもアッコさんは腰痛持ちだから、はい、正座は厳しいですかね。いや、私ね、正座は平気なんですよ。はい、なんとこのね、椅子も割と平気なのに、あの掘りごたつ、ああいうのに座って何なんだろう。あれ、掘りごたつは普通楽だから。いや、掘りごたつの時は立つの大変ですね、やっぱり。だからテーブル、それがまた手が両手とも今腱鞘炎ですから、立とうとすると手にテーブルに乗っけなきゃ。椅子とかの方が楽ですね。で、正座はなんていうか、まあ昔からまあちょっとだけ柔道をやってたんで、正座はみんながびっくりするぐらい平気ですね。超でも笑点のレギュラーって考えたことなかったです。はい、いや、今回に限って確かに僕も、はい、もう素直に、あ、円楽さんなんだろうなと思ってましたけど、はい、やはりいろんな人の名前が出てきて、まあちょっとネットを中心に面白がってるんですよね。すごいでしょ。だって視聴率が、20% とかね、すごいですよね。一応いろんな人に言う方ですか。はい、アモさん、笑点に出たことあるんですか。ないです。ないですかと思いますよ。あったりしてほとんど覚えてないですけど、出て1回あったかな。なんかもしかしたらなんか24時間テレビの特番形式とかの時に山田さんの代わりに座布団を運んだりとか。座布団を運ぶのはないですね。あ、ないですか。絶対ない。はい、その24時間テレビの時、最初の24時間で日テレのでしょ、はい、それ最初の頃は 2,3 回出てましたけど、ほとんどもう夏休みで外国行ってますからね。今の、そうですね、あんまり日本にいないんですよ。だからそんな時にも出てないし、あんま記憶にないです。でもこれだけの長寿番組だと調べてみるともしかしたらあるかもしれません。あるかもしれないですね。私本当に覚えてないから、出たとか出てないとか。あの長寿番組でいうと結構知らない方いらっしゃると思いますけど、はい、世界不思議発見は、はい、アコさん初代レギュラーですよね。そうなんですよ。これを話せば長いし話せない。草野さんだけが知っている。僕ちらっと草野さんに聞きましたけど、最初の頃の形式は、はい、なんか自分の中にある程度のこう金貨というか、はい、ポイントみたいな形で金貨が渡されていて、はい、あのスーパーひとしくとかじゃなくて、はい、自信のあるクイズにはドンとかけていいっていう形式だったんですよね。そうです。はい、で、なんですか。で、あれが1時間の番組の中でまだクイズの問題残っているのに、はい、なくなったら罰ゲームっていうルールがあったらしいですね。あ、それは覚えてないですけど、私は1問目で全部かけたりしましたから。草野さん言ってました。言ってました。アッコさんが番組の構成を無視して1問目で全部言ったりするから、うん、なんか一応アッコさんはあの番組の中で罰ゲーム2回分残ってるって言ってましたね。はあ、罰ゲームっていうのは、ですけど、はい、レポーターとして海外に行かなきゃいけないかった。あ、行きたかったな。でも忙しくてダメだったりする。要するに、まあ、ここは言っちゃってもいいでしょ。言えないこともあるけど、お父さんがバン
世界のどこでも旅行行けるっていうのに、変な意味じゃないですよ。普通ギリシャとかパリとかね、例えばイギリスとかヨーロッパのイメージありますかね、そうとかアメリカでもなんかあるじゃない、近場シンガポール、シンガポールって行ったことがないんで、まあいろんなとこ回ってらしてそうおっしゃってるのかもわかんないけど、私なんか絶対高いとこ選ぼうと思ってどこでもいいって言われたらね、うん、でもそうですね、素敵な人、さすが東大ですよね、頑張られてました。昨日は草野さんがクイズでチャンピオンになって、はい、マッコさんは前半丸バツクイズ何問連続間違ってたんでしたっけ。結局ね、何問だったっけな、そういうのメタないって言いました。8問目の不正解、もう2択ですよ、2択を8回連続間違うっていうのは、間違うと、あの宇治原ってクイズすごいやついるじゃん、あいつ兄弟かどっか260何分の1なんだって逆にすごいですよ。だってね、さも本当のように言うんですよね。じゃあ招き猫の昨日の問題ですけど、ご覧になってない方のために、カッキーは見ちゃったからあれだけど、招き猫の本当の名前、本当の名前ってタマちゃんだって知ってましたか。知らなかったです。タマちゃんなんですよ、招き猫ってね。うん、でなんか昔あのお侍さんがこう歩いてると、その猫がいて、してで、それ抱っこしてそこの方向、そこの家に偉い人がね行くと雨が止んだって、それ牛じゃないのって私は思ったんだけど、牛がよくなんか塩で、はい、なんかもうあったじゃん、そういうのありましたね、なんか、そういうなんかこう偶話みたいな話が、そうとか選挙用のポスターは似顔絵でもいいって知ってましたか。そう、知らなかったです。選挙用のポスターがで、長野かどっかで似顔絵の人いるんですよ、ですね、落選した人と当選した人、見たことないから、まあそれはないだろう、さすがにと思いますけど。そう、見たことないですよ、第一。だからそう考え方としては、うん、見たことないからこそ問題になるんだなっていうふうに取るのが、多分草野さんみたいに丸バツクイズ当てる人で、あんこさんは割とストレートに考えるから、いやそれだし、それちゃんとアナウンサーと丸の方をプレゼンするのがまずアナウンサーで、バツをプレゼンするのが劇団ひとりさん。そう、もう本当みたいに言うんですよ、それは絶対嘘ですとか、これは絶対本当ですみたいな、その言葉聞いちゃうと本当だと思ってさ、それでゲストに本田美優ちゃんとかね、あと役者さんとかコナン君とか出てね、はい、嘘つくと思わないじゃない。コナン君嘘ついたら子供悲しいでしょ嘘ついてん大変な言い方だったけど、まあ罰の方の、あ、嘘、違う方のプレゼンをしたんですよね。そうそう、これは正解ですっていうの本当は違ったんですよ。性格的にコナン君がだよそこを言ってしまう、こだわるポイントが違いますよ、ね、コナン君嘘ついたら子供を嘘やる、真実は一つなわけないよな、コナン君嘘ついたらいや、まだ聞いてないですよ楽しかったけど、いや楽しい番組だ、はい、だからこそ呼ばれるかもしれませんけど、また、はいはい、丸バツクイズ、意外と素直な人は、うん、案外当たらないかもしれませんね。2択でね、2択で、はい、何を考えてんのかって感じですけど、はい、さて、はい、ちょっと話また変わりますが、はい、続いて12時台こちらのコーナーに行きたいと思います、はい、週刊和田スポ断言、4日、ジャニーズ事務所のジャニー喜多川社長がスマップの分裂解散騒動について初めて取材に応じました。ジャニーさんは解散とか冗談じゃない、ありえない、みんな事務所を出ていくわけがないと、グループ解散やメンバーが事務所を離れることについてきっぱりと否定しました。スポーツ紙記者によるジャニーさんの取材は定期的に行われていますが、スマップの解散騒動以降はこれが初めて。今回の発言はジャニーさんが自らスマップのことを聞きたいですよねと切り出したそうです。さらにジャニーさんはデビュー25周年記念のコンサートなども積極的に行うべきだと主張しました。 SMAP は今年9月に契約更新を迎えますが、そのタイミングで解散するのではという噂が飛び交っていました。ジャニーさんのこの思いは届くのでしょうか。充電期間へ、こちらもジャニーズの話題です。1日 KAT−TUN が10周年記念ツアーの最終公演を東京ドームで行い、充電期間に入りました。 KAT−TUN は今年3月、田口淳之介さんの脱退を受け、亀梨和也さん、上田達也さん、中丸雄一さんの3人となり、話し合いの結果活動休止が決定しました。この日東京ドームには超満員の5万5000人のファンが集結、3人の KAT−TUN のステージを全力で盛り上げていましたが、亀
梨さんが MC で、カトゥーンの亀梨和也としてまたここに立ちたいと思いますと挨拶し、中丸さん、上田さんの3人で抱き合うと悲鳴のような歓声が上がりました。当面はグループ活動を封印し、3人はそれぞれソロ活動に専念しますが、ファンは復活を信じています。天国へ。今週は悲しいお別れの話題が続きました。5日、先月85歳で亡くなった推理作家でシャンソン歌手の戸川雅子さんの葬儀告別式が営まれました。戸川さんは1957年、銀座にあった日本で初めてのシャンソン喫茶銀パリで歌手デビュー。小説家としても大いなる幻影で江戸川乱歩賞を受賞するなどマルチに活躍。また渋谷で開店したシャンソンバー青い部屋は、小説家の三島由紀夫さん、川端康成さんら多くの文人に愛されました。またその2日前には44歳の若さで亡くなったお笑い芸人の前田健さんの葬儀告別式が